こんにちは、忍者先生の一ノ瀬彩香です。今回のテーマは九字護身法、はい、これは何かと言いますと、陰を組みながら発声をして外界からエネルギーを体の中に取り組む、そして精神統一をするというものです。この九字護身法ですが、やり方2種類あります。1つ目、伊賀流、伊賀者の忍者が一般的に行っていたもの、そしてもう一つが一般的な忍者が行っていたもの、まあ、多少伊賀者もやっていたものになります。はい、こちら見てください。まずこちらの方が先にお見せした方が分かりやすいかと思うんですけど、陰陽当社会人列財前、見たことある人多いと思いますね。ゲームとかにも出てきたりしますよね。こちらどういう意味かと言いますと、兵に臨んで戦う者は皆陣列の前にあり、つまり戦争で軍隊でですね、こうわーって戦う時に常に自分が隊の一番前にいると、要は一番強いんだと思いなさいと、そういう暗示の言葉です。いいですか。でもう一つ、こっちの伊賀流の方ですけれども、これは、秋さたかはわやえって読みます。これはですね、今忍者文字って言われてますけれども、もともと日本に漢字とかひらがなが入る前から使われていた文字、信頼文字と言います、ね、神の文字。この文字をですね、忍者は漢字とかひらがなが使われるようになってからもこの文字を使うことによって暗号にしていたわけです。なので現代では忍者文字と言われています。いいですか。もともとは信頼文字、それを忍者が使っていたので忍者文字となったわけです。こちら、じゃじゃん、もうポイント、はい、これは先生がですね、数学講師をした時に使ってたポイントマーク、なんと手書き、それを印刷したものです。はい、こちらテストに出ますからね、重要です、よろしくお願いします。はい、まあ、それでですね、じゃあ実際に、あ、こちらの意味ですね、この秋さたかはわやえですけども、この信頼文字、忍者文字は50音ちゃんとあるんですけれども、そのうちのこの9つが一番プラスのエネルギーを持った文字ということで、一番プラスのエネルギーを持った文字であり、言葉、ね、発する言葉ということで、この9つを唱えることによってよりプラスのエネルギーを得ようとしていると、そのために9つの文字、この9つの文字を言うわけです。はい、ということでですね、じゃあ実際に細かいやり方省略して、お見せします。まず伊賀流の方からいきます。いきます。あきさたかはわやえ、あきさたかはわやえ、あきさたかはわやえ。次にこっちの一般的な方をやります。こっちの方がね、先生慣れてないんですけど、できますからね。いきますよ。臨病当社会人列財前。はい、そういうことで、この引用、九字護身法をやってみたいという人は先生を捕まえて教えてって言ってください。では今回の授業終わりにします。